でも、服ばっかバン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 買っていくと、どん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 溜まってって、まとめて捨てようかなと思ってんだけどね。1万円オーバーの T シャツはくたびれにくいですよ。10年ぐらいは大丈夫です。はい。その頃はおいくら？教えないよ。安いよ。2000円ぐらいじゃないの？もう貧乏生活に突入してるから今。な。もう服には金は使えない。昔はな、なんか、ブランドガーンっていうやつ買ってたけど、もう今はね、ノーブラで、いいかな。4万円の T シャツなんてものは世の中にあるんですか？俺が知ってる限り、最高で半袖 T シャツ1枚 8万7千円っていうのがありました。はい。いや、まあまあ高すぎなんだろうけど、俺は買わなかったよ、それは。舐めてんのかと思ったから。ジョン・ガリアーノっていうね、もう今死んでるかもしんないけど、そのデザイナーのブランドで。8万7千円ってなんだこれって。買うやついいんだ、みたいな。まあ、俺はあえて、新宿伊勢丹メンズ館では買わなかった。ガリちゃんは。いるんだよ、じゃけん。いるの、いるの。ジミー？だ、あるんだって。マジで。だからみんな、って。なんじゃそらって思うけど、だから一桁違うんじゃねえのって思うけど、でも正確に見りゃとんでもねえんだよ。布だからな、所詮。T シャツは布だから、みたいな。アルマーニとか、ドルガバでだいたい4万円台だよな。ちょっとあ、俺はセンスはないで。無理無理。もっとかっこいいやついっぱいいるんだ。だから俺、レオンとか、たまに見るけど、やっぱイタリア人はかっこいいな。スーツ着てもビシッと決まるしって思うもん。日本じゃこういうのダメだなって。やるとチンドン屋になっちゃうよって。なんだよ、マサ、どうした？エクソも、あれだよ、北海道のパータロもいるよ。あと、森チョモもいるよ。みんなのお仲間が。なんでお前ら俺の放送に集まってくんだよ。今までいなかったくせにしやがって、この野郎。この野郎。
一枠やれや。なんか一時仮想通貨死亡説流れたけど生きてんじゃねえか。4L です。うん、いやそれ別にあなたの着る T シャツが 4L？ うん、ちょっと仲間がやって、全然仲間じゃない、本当にマジで会ったこともないです、全員。うん、店が吠える。うん、まあまあさにいいけどよ。俺も酔っ払ってきたな。みんなも元気だね。やっぱ年取ったよ。元気出さないとなって、元気出していこうぜとは言えなくなってくるな。うん、みんながな楽しくどうやって放送やるのかなって、まあ見には俺は行かないけどね。一番羽振りが良かったのは何歳ぐらいですか？34から38、9ぐらいまでじゃない？うん。キッズが相手、俺の力見ろよって、投げろってなったとき、振りまくったのを思い出します。ふわってたとか、俺もわかんないけど。うん、まあ俺はお金は確かに一時は掴んだけど、掴んだ金もうまく動かしてなかったからね。ハヤトさん、お茶手ありがった。あ、そう。俺はあんまり手に山おシャンティの格好して、いや行こうと思ってたんだけど、もういいやと思って今日は。うん、別におシャンティでもねえよ、こんな勢いがなくなったね。あ、くんた、ちなみに誰が、まあ俺は基本的にもう昔と比べたら低空飛行だけど、さんさん来月飲みは断ります。いいです。あの友達じゃないんで。うん、すいません。いや、嫌いじゃないよ、別に。なんか喧嘩売られてるわけでもないから。それはそれでいいんだけど、うん。今でも羽振りいいですよ、ある意味。俺が？佐野さんって関西ですか？うん。うん、まあ、関西に暮らしてるけど、多分ずっと大阪に暮らすんだろうなって。
って思ってる。うん。地元はケニアはってあんまり俺のこと知らないんでしょ。俺20年配信やってんのよ。にわかで地元はとか聞いてくんのやめて。みんな知ってるよ。頼むよ新人くん。ああ、そっち系か。そっちなのね。うん。そのバールやった人今どうなってんの？うん。面白い配信できてますか？知らん。へえ。じゃあ俺んとこも来なくていいよ、お前。ああ。俺のことも知らねえんだろ。なあ。今じゃスマホでよ、一個持ってりゃよ、アプリ入れりゃ枠開けれんだ。まあアプリ入れてるから、うん、見れてんだろ。だがお前知ってるから来てんじゃねえか。だから余計なこと言わなくていいよ。うん。俺のことは知らないんだろ。知らないんだったら静かにしててくれ。わらとかつけなくていいから。うん。甘えんなよ、この野郎。ちょっとな。ああ、枝豆のやつな。うん。マサ、近いうちにタクシーを横付けして迎えに行きますね。落ち着いたら。何が落ち着くんだよ。いいよ、俺は。あんたと会いたくねえから。まあ、あんまり言いたくねえけど、マサさん、うなちゃんマンの家の横に、今から行くわって、言って、おう、待ってるわって言う人って、例えばな、みどりとか、のりちゃんとか、そこら辺なんで、そこら辺まで伸びてからやってください。わかる？でしゃばんなよ、お前。クソが。わかった？わかったのかよ、この野郎。わかったんかよ。俺は緑が俺に声かけてきたらいいよって。古い付き合いだから。あんたと付き合いなんか一つもねえだろ。何が家の前までタクシーで迎えに行くだよ。お前勘違いすんなよ、この野郎。おい。あ？バカか、お前。舐めてんのかよ、こんなの。俺だって人を選ぶんだよ。申し訳ないけど、マサのことは別に嫌いでも好きでもねえよ。ただし、そんな迎えに行くからどうのこうのとか、眠たいことを言わないでくれよ。俺はそういうことをする気はないから。うん。他の配信者だったら、おーってなるけど、
マサ君は勘弁してください。ってことでこの辺で放送終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうね、今日みんなね、いつもいてくれる方、うん、ありがとうございます。